何者かによって殺害されてしまった産婦人科の青年五郎と、若くして亡くなった五郎の担当患者のサリナちゃんが、生前大ファンだったアイドル、星の愛の子供に転生し、見た目は子供、頭脳は大人系主人公のアクアマリンくん、双子の妹のルビーさんとして生まれ変わる物語、推しの子。今回は、そんな推しの子で非常に特徴的な、星が埋め込まれた目について解説しつつ、秘められた意味などについて考察していきたいと思います。なお、原作14巻まで及び小説、一番星のスピカの内容を含みますのでご注意ください。それでは、ゆっくりしていってね。原作14巻までの段階で星が埋め込まれた目を持つ人物は次の通り。完璧で究極のアイドルにして、1巻で殺された主人公、星の愛。愛の息子の、星のアクアマリンくん。娘のルビーさん。コピー能力者の黒川茜さん。ほとんどモブキャラの片寄ゆらさん。アクアマリンくんとルビーさんの父親候補にして、黒幕候補でもある神木ひかるくん。以上6名です。ついでに、重曹こと有馬かな。いや、有馬かなこと重曹もなんかそれっぽいものが発言していましたが、これは星が埋め込まれた目とはまた別っぽいので、本動画で彼女は星の目グループには含みません。星の色は白と黒の2種類あり、両目に現れることもあれば、片目に現れることもあり、同色の組み合わせだけでなく、白と黒の組み合わせもあります。愛と黒川茜さんは主に両目白、アクアマリンくんは主に右目白または両目黒、ルビーさんは主に左目白または両目黒。片寄ゆらさんは右目白のみ、神木ひかるくんは両目黒のみと、皆それぞれ個性があります。舞台役者が所属する劇団ラララいの金田一曰く、星の目は、人を騙す目、嘘を真実だと思わせる力、役者にとって最高の資質とのことで、人を騙す才能がある人間のみ目に星が現れ、ない奴には出ないようです。星が埋め込まれた目にはどんな意味があるのか、色や左右で一体どんな違いがあるのか。これはこの動画の作成日時点では明らかになってはいません。そこで、この謎について考察していきます。まずは右目について。シンプルな話、右目は主にアクアマリンくんが担当していることから、右目には五郎、アクアマリンくんの人間性が出ているのではないかと考えました。では、彼は一体どんな人間なのかというと、作中にて、患者だったサリナちゃんに最後まで寄り添い、結局救うことができなかったことに無力感を抱くような情に熱い青年で、今にもサリナちゃんが亡くなるかもしれない時に、サリナちゃんの元を訪れようとしない両親に激しく切れていたことが語られているので、右目白星は、誰かへの愛情や、愛するからこそ生まれる怒り、救えなかった無力感など、誰かを思う心を意味すると考えています。そして負の感情が大きくなった時、黒星に変わるのではないでしょうか。続いて左目についてです。左目は主にルビーさんが担当しているので、今挙げたアクアマリンくん、五郎の霊と同じように捉え、ルビーさん、サリナちゃんの人間性が出ていると考えています。作中でサリナちゃんは、人の助けがなければ生きていけないことから、自分の存在から目を背けたいかのような両親に、さも理解があるような、けなげでかわいそうな少女、天童寺サリナの役を演じていたこと。転生してからは、サリナちゃん時代に母親に愛されなかった寂しさから、代わりに愛に愛されることを願い、愛がこうなってほしいと望んでいるであろう、理想の星のルビーを演じていたことが語られていました。このことから左目白星の意味は、愛されたい、拒絶されたくないなどの孤独、または本当の自分ではない誰かを演じていることを意味し、大きな孤独に襲われた時や、自分に課した役割への大きな嫌悪感が生まれた時に、黒星に変化するのではないでしょうか。各
キャラの星の目が発現した理由、または変化した理由などについて状況別に考察していきたいと思います。通常時アクアマリンくん、右目白星。まずは通常時アクアマリンくんの右目白星についてです。これはサリナちゃんへの愛情を根源とした愛への愛情から生まれたと考えています。ゴローはサリナちゃんが大事にしていた愛のグッズをずっと大切にしており、彼女の死後何年経っても彼女への愛情や救ってあげられなかった無力感を持ち続けていることが伺え、愛をサリナちゃんと重ねて見ていると語られているので、愛のことも誰より大切に思い、右目に白星が現れたのではないでしょうか。作中ではルビーさんが、アクアマリンくんはどんな時でも愛が一番で、愛のためにいつもがむしゃらで、誰より大事にしてるという内容の発言をしていたり、有能映画監督ボタンだが、兄弟が愛に異常に執着してると感じていたことなど、様々な出来事から愛への異常とも取れる愛情を持っていることがわかります。右目黒星アクアマリンくん。愛の殺人犯を探している段階の時、アクアマリンくんの右目が、時折白から黒になることがありました。これは主に愛の仇を取ることを意識している時や、恋愛リアリティショーで自殺未遂者が出た時などに起こった現象なので、激しい怒りから闇落ちし黒星化したのだと思われます。星が消えたアクアマリンくん。愛を死に追いやった犯人がすでに亡くなっていると知ったアクアマリンくんは、目から星が消えました。これはやるべきことがなくなって、新たな人生を歩み出そうとし、愛への執着とも言えるレベルの愛情も、守れなかった罪悪感も、犯人への復讐心も忘れようとして、黒星どころか白星もなくなったのだと思われます。両目黒アクアマリンくん。愛を死に追いやった真犯人がまだ生きていて、その正体が神木ひかるの可能性が高いと知ったアクアマリンくんは闇落ちし、両方の目に黒星が埋め込まれました。右目は再度復讐心が芽生えたことで黒くなったと考えていいでしょう。左目も変化したのは、今まで心のどこかで復讐をせずに生きていたい気持ちがあり、実際普通の生活を求め光落ちまでしてしまったが、今回はそういった甘い考えを捨て、復讐者として生きる覚悟を決めたことで大きな孤独を感じたからかなと思います。横顔アクアマリンくん、右目、映ってない、左目白星。重曹がアイドルになっていこう、アクアマリンくんは重曹に対し自分と関わるのは危険で、最悪スキャンダルからの愛の悲劇再びまであるかもと考えていて、悲しい気持ちを押し殺して重曹と距離をとっており、重曹が寂しい思いをしていたさなか、いろいろあって重曹はアクアマリンくんとは無関係のスキャンダルにより、大ピンチになりました。彼女のピンチをアクアマリンくんは今挙げた理由から放置しようとしていましたが、アクアマリンくんのために重曹がアイドルになったのだから、重曹に向き合ってほしいと、サバ読み星人のメムチョに言われたことを思い出して助ける決意をし、方法を思いついたであろうアクアマリンくんは、左目が白星でした。これについてですが、アクアマリンくんの思いついた策はなくなった愛を冒涜するようなものということがわかっており、確実にルビーさんに拒絶されるため、これまで通り彼女に愛されたい気持ちとの葛藤により、左目に白星が出たのかなという印象。黒白アクアマリンくん、右目黒星、左目白星。黒白アクアマリンくんの登場当時、15年の嘘という、愛の復讐を目的としたいろんな人が傷つくらしい映画撮影の開始直前で、あいつそろそろ壊れるぞ、いや、もしかしたらもう、と言われていて、その次の回には、煽り耐性のない謎の少女に、なんだか覚悟決めたって顔だね。人を傷つけることに、そして傷つくことにと言われた時には、両方とも黒星でした。このことから、左目が白星の時にはルビーさんたちを傷つけることで拒絶される覚悟が決まっておらず、これまで通り愛されたい気持ちと、愛の復讐をしたい気持ちが混じって葛藤していたのではないでしょうか。神木マリンくん、両目白星または両目黒星。おそらく推しの子の最後を飾るであろう映画、15年の嘘で、アクアマリンくんは少年時代の神木ひかる役を演じることになり、
演じている時の目は、平常時の場面で両目白星。神木くんと同じく劇団ラ ×3 に所属する姫川愛理から性加害を受けていた時や、それに関連する時は両目黒星でした。これについてアクアマリンくんが役にのめり込み、各シーンで起きた出来事を本当に体験しているかのように感じていたことを前提にお話しします。まずは両目白星の右についてですが、神木くんが姫川愛理のことを愛しているからではないかと考えています。姫川愛理から性加害を受けていた神木くんが、彼女を愛していたという話は変かもですが、次の3つの点からそのように思いました。一つ目は神木くんの内面描写で、愛理さんが気色悪くてたまらないではなく、こういう行為が気色悪くてたまらないと嫌悪感を示していたこと。もし、姫川愛理が好きではないのであれば、前者のような感じ方になるんじゃないかなと、なんとなく思いました。ここからは性加害がバレた時の姫川愛理の言葉が本当であることが前提となります。二つ目は、姫川愛理曰く神木くんを愛し優しくしていて、自分の意思で姫川愛理のところへ来ていたらしいこと。三つ目は、神木くんが何にもない自分が誰かに愛されたくて、何にもわかってない純粋な少年を演じていたことから。孤独を抱えており、そんな時に姫川愛理に優しくされたら、好きになってもおかしくないと感じたこと。次に左目の白星についてですが、これは今挙げた、何にもわかってない純粋な少年の下りで説明できると思います。両目黒星については、姫川愛理を愛しているのに、性加害行為をしてくる怒りや悲しみ、誰も助けてくれない孤独とかからでしょうか。神木くんについてわかっていることは少ないので、正直神木マリンくんについてはあまり自信ありません。以上で、アクアマリンくんの目に埋め込まれた星に関する考察は以上となりますが、余談として、アクアマリンくんが本格的に復讐者として生きることを覚悟するまで、左目に星が埋め込まれてなかった方の理由も触れておきたいと思います。彼は転生したことや、愛の子供である事実を隠すため、ある意味日常から星のアクアマリンという役を演じていたり、役者の仕事で何かしらの役を演じていたのに、左目に星が出ませんでした。これは、その役を演じるという強い気持ちがないからだと考えています。星のアクアマリン役については、転生した事実がバレたらヤバいという程度の危機感から演じているだけであり、役者としての仕事でも、愛の復讐をやりやすくするポジション確保のため、または黒川茜、重曹のために演じていただけで、その役を演じようという気持ちは強くなかったからではないでしょうか。ということで、次はルビーさんについて。通常時ルビーさん、左目白星。母に愛されなかった寂しさから、愛に大体お願い、愛に愛されるような星のルビーを演じていたことから白星が出たのかなと思います。復讐ルビーさん、両目黒星。ルビーさんは、愛と五郎を死に追いやった犯人を絶対に殺してやると心に誓った時、両目に黒星が現れました。このため、右目は二人への愛ゆえの怒りから、左目は、愛と五郎の復讐をするべく、アイドルとして上に上がるためにたくさんの嘘をつき続け、周りとの亀裂を作り、孤独の道を進む覚悟をしたことからかなと思います。白黒ルビーさん、右目白星、左目黒星。重曹スキャンダルの件で、アクアマリンくんに痛みを伴うとしても、重曹を救う手段があるなら救いたいかと問われたルビーさんは、当然でしょう仲間なんだからと即答しており、この時のルビーさんは、右目が白、左目が黒でした。これは重曹を思う気持ちからだと思われます。三変化ルビーさん。アクアマリンくんが重曹を救うため、愛の大事な秘密を大公開したことを知ったルビーさんはマジギレし、問い詰めました。その中で、今までのアクアマリンくんは、誰よりもママのことを大事にしているから、私は家族として絆みたいなものを感じてた。と語るルビーさんの右目は白、左は横顔ゆえに不明。直後に、アクアマリンくんが今はもう愛のことなどなんとも思っていないと感じた時は、右が黒、左は白。
続けてアクアマリンくんのことを家族だなんて思わないといった時には、右は不明で左が黒。といったように、短時間で3変化したルビーさんの目について考察すると。まず、最初の右が白だった時には、アイアカこのアクアマリンくんへの思いを馳せているので、復讐者になる前の、愛に愛されたかったことを思い出していて、左も白だったのではないでしょうか。そこにアクアマリンくんへの怒りで右が黒に、そして、アクアマリンくんをもう家族と思えなくなり、もう誰も信じられる人がいなくなった孤独から、左も黒になったという感じですかね。愛の演技ルビーさん、両目白星。映画で愛の役を演じることになったルビーさんは、時々両目に白星が現れるようになりました。これは愛役のオーディションで、愛の内面についておそらく初めて考えたことで愛の内面に少し近づくことができ、愛役を演じている間など、彼女の気持ちを理解しようと思いを馳せる間は、右目にも星が出るようになったのかなという印象です。ルビーさんは完璧で究極のアイドルと思われていた愛が、裏では辛い思いをしていたかもしれないと感じ、撮影の時、愛の本当の気持ちを引き出したかのようなアドリブ演技を見せ、五反田監督曰く、そこには愛の悲痛な悲鳴と、愛を追い詰めた全てに対するルビーさんの、突き刺すような怒りが込められていたとのことなのに。その時のルビーさんは黒星にはならなかったのが疑問点ではあるのですが、愛の孤独はもっと大きかったと指摘されているので、孤独も、孤独に追いやった怒りも、黒目に変わるほどのものではなかったと捉えれば、そんなに変なことではないのかなと思います。星がないルビーさん。アクアマリンくんの正体が、前世で大好きだった五郎だと知ったとき、ルビーさんの目から星が消えました。これは、喜びから母に愛されなかった悲しみを忘れ、誰を演じるわけでもない、素のままのサリナちゃんになったことを意味しているのでしょう。新生ルビーさん、左目白星。ルビーさんは一度星が消えてから、また星が復活したのですが、これは、アクアマリンくんに、病に苦しみながらも目をキラキラさせながら、まっすぐに夢を見てた時の君は、愛よりずっと眩しかった的なことを言われた時の現象なので、五郎に愛されたくて愛より眩しかった時のサリナちゃんという、新たな役割を担うことを心に決めたからと思われます。もしくは、直後に五郎と結婚したがっているシーンがあることから、五郎に愛されたいと強く願ったからという考えもありかも。絶望ルビーさん、両目星なし。映画で愛役をすることが決まり、台本を読んでいるとき、母親から愛されていないと認めるシーンを認められないときと、なんやかんやあって重曹に、お願いだから消えてよと言われたとき、ルビーさんはひどく傷ついてしまうのですが、このときのルビーさんの目は星どころか輝きも消え、真っ黒になっていました。これは、愛されたい思いが強いルビーさんにとって、どちらも目の前が真っ暗になり、星すら覆い尽くしてしまうほどの絶望ということなのでしょう。ということでルビーさんについては以上ですが、余談として、闇落ちするまで右目に星がなかった理由についても、考察しておきたいと思います。ルビーさんはアイヤ五郎が大好きなのに、闇落ちする時まで右目に星が出ませんでした。これは一体なぜなのかについてですが、思い人の気持ちに寄り添うレベルまでいかないと、星が出ないからではないかと考えております。冷闇落ち時のルビーさんは、愛に対しては、おそらく愛してるというよりも愛されたい願いが強く、五郎に対してはただ好きだという感情をぶつけるだけでした。ついでにアクアマリンくんに対しては、好感を持ってはいても、執着と呼べるほどの感情はなかったのだと思われます。こんな感じで通常時のルビーさんは、好意を抱いている相手はいても、心にまで寄り添うというレベルの感情はなく、右目に星が出なかったのでしょう。対して、犯人を殺してやりたいと闇落ちした時は、二人を思い哀れみ、無念を晴らしたいという強い気持ちがあったので、右目に星が出たのではないでしょうか。ということで次は愛について。愛、両目白または両目黒。愛はアイドルのスカウトを受けた時点で両目に白星が埋め込まれていたことが確認できており、
そこまでで愛に怒ったことといえば、愛のことを愛していたけど、なんやかんやあって離れてしまった母親とのいざこざくらいしかありませんので、このあたりから考えていきたいところ。愛の母親はシングルマザーで、結婚を考えていた男がいたが、そいつが8歳か9歳の愛に色目を使い始め、男への怒りや愛への嫉妬から愛を虐待。家庭は壊れて窃盗で捕まり、愛は施設に送られ、釈放された後は、また愛を傷つけるのが怖くて迎えに行かず。そのまま会うこともなく愛は死亡といった感じです。対して愛は母をどう思っていたのかと言いますと、小説、一番星のスピカにて、母が窃盗で捕まって施設に送られてから、母からの頼りを心待ちにして、毎日のようにポストを覗いていたことや、やっと手紙が来たと思ったら、母親の失踪を知らせる手紙で、自分は捨てられたと悟り、以降手紙を読むことが嫌になってしまったことなどが書かれていて、愛することが苦手だとは思いつつも、心のどこかで母を愛していて、母に愛されたかったのかもしれません。これらのことから、両目に白星が生まれたのではないでしょうか。続いて両目黒星について。愛は B 小町のドキュメンタリー映画撮影で、五反田監督に私の本物を撮ってくださいと言ったとき、両目黒星になっているので、アイドル活動時の出来事で目覚めた可能性が高そうな印象。これを前提にすると、先に挙げた愛の心に近づいたルビーさんのアドリブ演技で、五反田監督が、そこには愛の悲痛な悲鳴と、愛を追い詰めた全てに対する、ルビーさんの突き刺すような怒りが込められていた。しかしイチゴたち曰く、愛の孤独はもっと大きいと感じた描写で、愛の左目、ルビーさんの右目のイメージイラストがあったので、愛の左黒星はメンバーに嫌われる悲しさや孤独からそうなったと思われます。右に関しても同様にルビーさんの演技が参考になりそうではあるものの、あくまでも、愛を追い詰めた全てに対する、ルビーさんの怒りが込められていたに過ぎないので、愛がどう思っていたのかはわかりませんが、他メンバーと仲良くしたいのに嫌われる怒りかなんかじゃないでしょうかね。黒川茜、主に両目白星。黒川茜は、いろいろあってアクアマリンくんの好みの女性を演じることとなり、尋常じゃないほどの優れた考察力で愛を理解し、ほぼ完璧に愛を演じてみせ、この時目に星が出てきました。以降、彼女は任意で星を出すことが可能になっていて、その演技には愛も乗っているとされており、愛のスター性を得て女優としてブレイクしました。このことから黒川茜の目の星は、愛の感情再現により生まれたものであり、黒川茜自身には白星が芽生えるような感情は生まれていないと思われるのですが、アクアマリンくんが愛の息子だと察し、彼を抱きしめた時右目に星が出てきたシーンがあり、これだけは愛の演技でなく、黒川茜自身のアクアマリンくんを思う気持ちから現れたのかもしれません。片寄ゆらさん、右白星。ほぼモブの片寄ゆらさんは、いい作品に出まくって、いつか100年後も残る名作。その主演を張りたいの、できるかなーと希望を語った時、右目に白星が埋め込まれました。100年後も残る名作という、自分が亡くなった後に生きる人たちすら楽しませたい気持ちから白星が出るに至ったのでしょうかね。神木ひかるくん、両目黒。黒幕候補の神木くんについては情報が少なく、両目黒になるに至った理由などはわかりませんが、幼少の頃性加害にあった可能性があることや、黒目であることなどから、何かしらの復讐のために動いているような気がするので、純粋な悪人ではないと思っています。彼については短いですが、こんなところです。ということで今回は以上。最後はちょっと投げやりで申し訳なく、投げやり面語としか言いようがないのですが、楽しんでいただけたのであれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。次も絶対見てくれよな。